生の吉横塚さんです。はい、今日もよろしくお願いいたします。餃子です。このね、あの作ってる香りを嗅ぐとバレちゃいますよね、はい、餃子作ってるでしょっていう感じの香りですけれども、はい、普通はね、肉生地を中に入れていくんですが、今日はお豆腐が半分入っております。すごくさっぱりしてね、飽きずに食べられますよ。材料です。はい、木綿豆腐にしましたけれども、絹ごしでももちろん結構です。3個入りで1パックになった、1セットになっているものね、小さいのを2つ使いました。そして餃子の皮、だいたい25、6枚入っていると思います。そして豚のひき肉、ニラ、白菜、生姜です。この白菜はキャベツに変えていただいても結構ですよ。そして餃子の方の味付けはお塩、胡椒、そして醤油、ごま油ですね。焼く時の油も用意してください。今日はサラダ野菜たっぷりつけました。いろんな野菜組み合わせてくださいね。そしてタレをドレッシング代わりにザーッとかけちゃいましょう。めんつゆ、砂糖、お酢、お水で薄めますね。で、仕上げにちょっとラー油も加えてくださいね。詳しいレシピは D ボタンでご覧いただけます。では早速作っていきましょう。普通中身からいくんですけれども、今日はね、半分お豆腐なので、まずお豆腐の水切りしてください。この小さいの2つぐらい今日ね使っていくんですけれども、餃子の皮の枚数に合わせて切っていきましょう。今日25枚だったかな。なので、13を2つ作ればいいんですね。じゃあ7つにここ切っていきますか。2、切れるのが7つ、3、4、5、6、7で、7に14かける、あ、28枚になっちゃう、ごめん、ちょっと余りますけれどもいいですね。適当に調整してくださいね。で、その後ですけれども、こうしました。あんまり重くなくていいです、重しは。こうしてね、10分ぐらい水を切ってほしいんですよ。これは必ずお願いします。ポイントです。はい、水切りしないと、このお肉の生地にいっぱい含まれてしまうんですね、豆腐の水気が。で、焼けてるのか生なのかちょっと分かんない水っぽさになりますので、10分ぐらいはね、水切りしておいてください。さあ、切れたら、あとは切ってる間にね、中身作っていきましょう。今日の中身簡単です。何せお豆腐半分だから、生地が半分で済むんですね。白菜と、それから、ニラですね。ザクザクで結構です。刻みました。今日中身出にくいですからね、ちょっと大きめでも大丈夫ですよ。お塩ちょっと振りかけて軽く揉んでください。ここで揉みすぎるとさらに水っぽくなりますから、気をつけてくださいね。あとはひき肉です。もう 100g しか使わないから少しですね。はい、で、ちょっと胡椒も入れておきますか。あとはお醤油、はい、生姜、中にごま油入れるとね、このいい香りがしてきますからね。このぐらいだから中身作るのも楽ですよね。はい、では包んでいきましょう。今日の包み方ですけれども、餃子の皮です。普通はね、濡らしたペーパータオルに乗せて、で、裏側濡らしてってするんですね。あとは指でつけたりする方もいるかもしれないんですが、今日は何もしません。はい、お豆腐じゃ、ひき肉の生地を真ん中に、このぐらいかな、はい、入れたらお豆腐、ね、で、ここで、なんて言うんでしょう、4辺じゃないですね、円形なのでね、この4つをこう折り込んでいく感じですか。で、置いておくときには剥がれないように、こうするとお豆腐の水気でくっつきますから、なるほど、ね、楽ですよ。はいはい。で、包むのもね、なんか飽きないんですよ、この作業だと。普通はね、ひだ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 なんてやってるんですが、畳むだけですからね。お包み餃子です、本当に。はい、お畳み餃子、いや、できます。ですよ。ひだも作れますよ。そうですか。はい、さ、ポイントです。はい、お豆腐貼り付けましょう。こうすると包むの楽ですし、あとは肉の生地もね、少量で済みますからね。今ちょっと入れ始めましたけれども、このね、包んだペタンってくっつけた豆腐側から焼いていくと絶対剥がれませんから、こんな感じで入れていってくださいね。で、色がついたらひっくり返していきましょう。少しね、パリッとした色が来た方がいいですね、お豆腐の面がね。この辺 OK かな。はい、いきます。あちちちちあちちちちあち
笑ってるでしょ。諦めないで。あのね、こういう細かい作業がなかなかね、大変になってきましたよ。諦めるケース多いし。特集といいですね。よいしょ、ほらほらほら、もう焦げちゃったじゃないですか。あれ、いい焼き色になってますよ。はい。はい、気をつけてくださいね。はい、美味しそうでしょ。あら、あら、失礼。コロナ禍でなければ俺がひっくり返してますけどね。そうなんですよ、おばさんね、ひっくり返して言えるんですけどね。はい、そして豚肉の生地ですからね、ちょっと蒸し焼きにして中まで火通していきましょうね。ちょっと、はい、このぐらいでお水です、今入ったのはね。さあ、1、2分焼いていきます。もうここでは火を少し弱めておいてくださいね。ではもう盛り付けの準備を行きましょうか。今日は野菜たっぷりです、レタスとそれからきゅうりと、これみょうがね、赤いのね、大葉も入ってます。あと昨日の残りのパプリカもね。生野菜をいっぱい食べてくださいね。はい、じゃあたっぷり、よいしょ、はい、乗せておきましょう。そしてね、うわ、はい、野菜たっぷりです。絶対数はい、さあ、そしてその間にもう一ついきます。こっちのお鍋に、まあ、ドレッシング代わりなんですけれども、餃子のタレね、熱々のを作りましょう。めんつゆです。そして3倍なので3倍のお水で伸ばしました。ここにお酢、そしてお砂糖が入ります。もう煮立ったら OK ですよ、これね。はい、餃子もいいかな、こういう感じですね。でちなみにあと2回ぐらい焼かないとね、まだいっぱい余ってると思いますよ。さあ、では盛り付けしましょう。よいしょ、これ豆腐だよっていう面が少し出てた方がいいですよね。野菜が、そね、でお肉だよっていう面も出しておきましょうか。はい、たっぷりと、はいはい。さあ、そしてこの沸いたタレをかけます。野菜にもかけてあげてくださいね。ザザーっとね。うわー、焼きたてだ、おいしいですよ。これ熱々食べてくださいね。トマトも添えときますか。はい、出来上がりです。あ、ラー油忘れた。ラー油お願いします。はい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 、ロフマさんのラー油ね、はい、これたっぷりかけときますからね。たっぷりお願いします。はい、できました。はい、完成です。豆腐重ねてお包み餃子でございます。はい、あ、お味が楽しみですよ。